黄泉の国ってのは味気ねえな。まあそんなもん求めちゃいねえが。何か聞こえる。なんだ、水の音か。次は6ヶ月検診ですね。その時にお母さんの経過も見ましょうか。誰かの記憶だ。誰だ。女の子ですね。君ももうすぐお兄ちゃんだね。マリちゃんは絵が上手ね。マリ、ちゃんとお片付けできたのか。偉いな。僕の記憶。一緒に通った小学校だ。僕とマリの記憶だ。あの子、アキトの妹じゃなかったっけ。そうだけど。こっち呼べばいいじゃん。いいよ、喋ることないし。
でもいいだろう。なんでもよくないよ。お父さんとお母さんの結婚記念だよ。やっぱりお揃いのものがいいよね。遠い昔の記憶に思えるよ。母さんが家のことは気にするなって言ってた。マリもやりたいことやれよ。うそうだよ。悪い風にばっか考えるなよ。よかった、晴れて。お祭りとか、久しぶりだよな。くそ。目を背けるな、アキト。新しいスタートだな。そうだね。あと何回新しいスタートが来るの。どこまで下に行くんだ、この階段。恐れるな。
大丈夫だ。どこまで落ちるの？私たち。逃げるな。あの子の言葉を聞きたかったんだろ。どうして私だけ。この東京で、この世界で、どうして私だけ落ちていた。どうせ落ちるなら自分から落ちていく。アキト、大丈夫だ。マリに会わないと。そうだ、守りたいものを守るんだ。ああ、もう逃げない。繋がってる。ここだ。ああ、あいつもお前の妹もこの中だ。準備はいいか。家族の晴れの門出を静かに見守ってやることもできないと。哀れな者たちだ。確かめに来た。マリの意志を邪魔はさせない。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るという。やめろ！
開いた。あとは最後の仕上げだ。時よ、お前、なんだこれは。彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。やはり私は間違っていなかった。二つの世界は今つながったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。
失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。その最後だ。Yeah.
拒む。なぜなぜなぜだ。私が救ってやると言っているだろう。あれ、あいにく俺たちは体一つを使って使ってんだ。何なんだ、これも悪くねえってな。生きるってのはそういうことだろうな、アイボー。それがお前には見えてない世界だ、化け物。捕らえられていた魂だ。じゃあこの人たちは。ああ、魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るはずだ。でもマリは、父さんの命日は12月10日、母さんは6月9日。忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても生きていく。
次に会うのは俺が最後の最後まで生き抜いた後だ。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。わかった、必ず伝える。悪いな、使いっ走り頼んじまって。自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。KK。 アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取り付いておいて。礼ぐらい言えよ。Thank you.